さてと、まずは俺が手に取る。は、はい。大丈夫みたいだな。それ、ご依頼の品だ。鏡面、戦術動力機と同じか。これがゲネシス。ひいおじいちゃんが残した、まだ最初の一つだけど、やったよ、お母さん、おばあちゃんも。なあアニエス、あんたのひいじいさんってのは。てめえら。ほう、よくかわしたな。噂の二人組、アルマータの面々か。俺たちも有名になったものだ。そちらはスプリガン、ヴァンアークライドだな。知っているとは光栄だ。一応あんたらみたいな筋からも営業は受け付けてるぜ。一線を越えない相手なら。今の銃撃でてめえらは失格だが。それは残念だ。手足を狙っただけだが。そちらの娘は殺しはしない。装置の関係者のようだからな。お前の方は死んでもらうが。プロだね。ヘドが出るくらいに。それならこっちも対応しやすいってもんだ。おっと、動くなよ。コインによる師団、月下あたりの使い手か。それとその武装、軍用白兵術とのミックスだな。詳しいね。俺は月下流じゃないが。さて、装置についてそこまで詳しくはなさそうだが、何の目的で狙っていたのか洗いざらい喋ってもらおうか。パンさん、その私も気になります。どうしてあなた方のような裏社会の人たちがこれを。さて、俺たちは上に指示されただけだからな。だがそれが彼の指示なら死んでも達成するだけの型。え、せっ、高性のドラッグブースト、まさかそっちにまで手を出しているとはな。それで破滅した外国のバカどもを知らねえのか。クロスベルのルバーチだったか。そんな小物と一緒にするな。組織の格も小物も比較になるまい。切り刻まれて死ね。どうした、さっきの異性は。このまま殴り殺してやる。とどめだ。死ね、スプリアン。ダメ。小娘、たらたらまとめて。シャード防御、いや間に合わねえ。ふざけんな、俺なんかのために。
こいつは。この光、ひいおじいちゃんの。何よこれ、何なの。我はこの可能世界において漂白の魔王と呼称されし者、デアボリックコアを通じてバン・アークライドとつながっている。バン様と一体化した魔王そのものの人格。どうしていきなり。我が頼城が許可なく我を無限につながんとしたため、戦争の時は我にさほどの意味を持たぬが、そのどしがたき傲慢は許しがたし。ふざけんな。そうです、ふざけないでください。私たちはバンさんと話しているんです。あなたが何者かはどうでもいい。どうか私たちの元にバンさんを返してください。ゲネシスが何なのよ。なるほど、他の者がこしらえしからくりか。道理でロカセなどを許したわけだ。聞いてる。ええ、霊圧が低下しました。多分バンさんはあの体の中心にいます。この人からの干渉を少しでも弱められればきっと。よくわからんが、そういうことならば勝機もあろう。よかろう、久方ぶりの限界だ。小さき者どもよ、打ち震えるがいい。小さくても意地があるんです。私たちの意地と力、せいぜい味わってみなさい。